次、ワールド1、2、キーズ、パイプ、ストアーズ、オーマイ。クリア率 4.14% です。ちょっと難しそうですけど、頑張りましょうかね。いきまーす。ワールド1の2、キーズ、パイプ、ストアーズ、オーマイ。さあ、ヘルメットがありますけど、ありますね。ねえ、本当に夢を見たような気がするけれど。さあ、これ倒していく。関係ない感じかな。さあ、パイプとかがいろいろギミックあるんだけど、ワンちゃんがワンワンしてるよ。ワンちゃんを、このタイミング。完璧。ここどうすんだ？ここいけるのか？これはこいつが、完璧、素晴らしい。いいぞいいぞいいぞ。素晴らしい。さあ、右下、あの花がちょっと邪魔だな。ちょっと地味に難しいステージだな、これ。単純に難しいギミック。そういうのやめてほしいな。左下ってくっそ邪魔なんだけど、あれ倒しときたいな。無理。ほっ。で、ほっ。で、素晴らしい危機管理能力に長けている男。素晴らしい。それやっちゃダメなやつだって。本当にやめて。心臓キュンキュンしちゃうからさ。さて右側行きまして。キノコ欲しいな。うわ、マジかよ。たくさん出てきた。矢印書いてあるけど、信じていいの？信じるよ、俺は。信じるものは救われるって言われるしね。救ってくれるよね。鍵がある。ああ、鍵がないとダメってこと。どっちにしてもここ来るってことかな。じゃあ、後に来るって感じか。わかりました。ね、扉入ります。こっち側。矢印に誘導されていますけど、大丈夫なのか。敷かれたレールの上を歩いていっていいんですかね。これは？あ、キノコだった。ちょっと今、疑心暗鬼になっちゃった。また出てくんじゃないかって疑心暗鬼になっちゃって、ごめんね。これ邪魔だなぁ。これ倒してもらおうか、ドッスン先輩に。倒してドッスン先輩。いいっす、ナイス。いいね、同士打ち。上はいけないよね。モグラーニャが下でわちゃわちゃしてる。日の光を浴びて死にな。え、ちょっと待って、わぁ、その揺れは神か、神すぎる。ちょっと怖い。これは下は、あっ、ぶんね。ナイス、神っかい日。左上って書いてあるね。キノコ。普通のキノコ。ちょ、ファイヤー。ナイスファイヤー。それは取りたい。それは絶対に取りたい。お願いします。お、大好き、ファイヤー、自然大好き、いい男。うわぁ、倒せ、まずそいつ、倒せないんだ。まあ、知らなかった、花ちゃんって倒せないんだね、ファイヤーで。初めて、経験則だ、経験だよ、経験が物を言うんだよ。大丈夫。昨日の自分より今日の自分が成長してるなって感じられたら、それはそれで素晴らしいんじゃないかな。ね、大丈夫。花ちゃんがいることによって、このファイヤーが無効化されてるのがきついね。それも計算されてんだろうな。しかし、倒してしまえば何の問題もない。さあ、あそこにクリちゃんがいるけど、ここに多分鍵があったよね。あった、よかった。扉入る。ここであの上に行くんじゃない？だね、よかった、無理してこっち来なくて。ただこれむずいな。うん、オッケー。花ちゃんは倒せない。これは倒して、逆に倒してもらった方がいいよね。お願いします、ドス先輩。お願いします。仁義なき一撃を。ありがとうございます。さあ、じゃあ扉戻りまして、鍵どこだっけ？こっち側から入っていき、左のこの下の土管だよね。入ります。今、ファイヤー状態だから相当心強いですよ。さあ、一応無慈悲な殺生はしといて、よいしょと。ね、倒す必要はないんだけれど、悪の根は根絶しないとね。左側のワンワンが危なかったけど。さあ、次は？お？なんかいるね。あのコインがすごい気になるけれど、ピース位置か何かを使うのかな？今なんか見えたな。ここに隠しブロック的なものがある。キノコはいらない。ファイヤー先輩がここから出てきてるけど、ワンワン届かないよね。今左上に見えたけど。お？あれ？届かないんだけど、どういうこと？ダッシュか。ダッシュしてギリギリ届くのかな。あ、届くね、ギリギリ。ワンちゃんナイス攻撃。しかしまだキノコが残ってるから大丈夫。さあ、どうでしょう。結構長いステージっぽいから中間地点そろそろ欲しいんですけれど、これはん？こっちが行っちゃっていいのかな。あー、倒せなかった。で、左、下降りちゃダメだよね、多分あそこにワンクッション置かなきゃいけないと思うけど。あ、そういうことか。そういうことなのか。これは入れるね。キノコがあったりとか。おー、これは多分なんか持っていかなきゃいけないんだろうね。多分ここにファイヤーがあるんじゃない？違うんですって。2回踏んだつもりだったんですよ。持つつもりはなかったんです。さあ、で、あ、ニョキ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 、あ、ブッパッパ、もう余計なことしちゃった。で、上の方にあった。あ、鍵がある。これがなければいけなかったってことね。すっごい滑るんだけど。よいしょと。あ、まあでも結果ほら、結果ほら、あ、ぶね、ギリ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 。さあ、キノコ欲しいよ、キノコ。絶対キノコが欲しい。でも鍵あってもさ、どうすればいいの？ああ、そういうことか。一瞬でギミックを理解してしまういい男。嘘だろ、これ。難しいなぁ。あのモグラーニャも邪魔だし、上に何があるか分かんないからね。周期を見て、ここ。オッケー！ナイス鍵！素晴らしい！
そろそろゴールなんじゃないか。全然違った。で、どこ、上見えない、右側行ってたら危なかったね。俺、右側行きそうになったわ。さあ、で、クリちゃんがいて、バネがある。ん？これ持つ感じか。ん？ここに置けばいいんだ。あ、入っちゃうじゃん。置こうとすると入っちゃうね。怖い怖い怖い。危ない危ない。戻って、バネがもう一個増えてるとかないもんね。ちょっとジャンプしてこれ置いて、ふいしょ、届く。あのクリちゃん一体何だったんだろう。さあ、おー、ナイスキノコ、いいね、上って書いてある。でも多分また扉から入って鍵をゲットしてから上行くパターンだと思うから、こっち側から行ってみようか。下、ちょっと導かれるまま行ってるけど大丈夫か。キノコがある。ファイアーバーが見えますね。上でドッスン先輩が頑張ってる。これは周期的に一緒だから、こうして、これでいいの？あー、ちょっと早かった。ちょっと遅かった。鍵をゲットする。これキノコ保持したまま行きたかったな。よいしょ、完璧な素早さ。スルリスルリと言っていた。土管に入って、これもう一回土管入ればキノコ出てくるんじゃねえか？どうだろう。あ、出てこないか、一回きりだったわ。じゃあ、これ、大砲出てから。上側とか行けそうじゃない？あ、ちょ、余計なことしない方が、やぶやぶやぶ。あ、土管に入ろうとした俺。地味に中間地点ないのクソ大変だね。やり直しが、もうめんどくさいって言った直後に出てくるの、ほんとやめてください。ほんとやめてください。さ、クリちゃんがいて。え？これは上がっていく最中に、いけるか？うー、怖え、ギリギリギリ、キノコ欲しいなぁ。渡し器は本当に怖い。さ、ナイスキノコ言ったそばから速攻元気だよ。これは上からだよね。あの1アップは取れない運命と。ファイヤーの軌道を見るだけでいける簡単なギミック。嘘だろ。あ、ちょ、待って待って、失敗した。俺苦手なの、あのジャンプ。え、あー、そういうことか。あれによって、怖い、すごい。ヒヤヒヤするヒヤヒヤもんだぜ、ベイベー。たまひゅんだぜ、このステージ。さあ、キノコがいるけど追いかけられない、これが。追っても追っても追いつかない、これが愛なんだね。うわー、チーム、これ、撃ってくるよね。オッケー。倒してもらう、ゴイルに。倒してもらって、キノコが2つもある。踏めるか、これ。ナイスアップでギリギリ。これは、下行くでしょ。オッケー。で、しゃがんでいこう。怖い怖い怖い。で、上行く。これは入れる？入れない。ヒヤヒヤもんだぜ。そろそろゴールでいいんじゃないか。中間地点ないんだからさ、そんなに長くされても困る。なんなのこの展示会は。何楽しむのこの展示されているものを。マリオメーカーの歴史みたいな感じやめて。それでこれ上、キノコがある。あれは取っとこうか。ね、もしかしたらダメージを受けるかもしれない。これ多分右上に、あーでもどうだろう。一回左上乗った方がいいわな。なんかすげえうるせえんだけど、左側で。騒音問題仕事して。上の方だったわ。ごめんね。耳がおかしかった。上の、あ、ぶね。ドッスンがいる。あれ、左って書いてあるな。あれが必要の乗り物が必要になってくるんじゃない？これ下通れないよね。上から行く。いやー、これ中間地点ないのほんときっついわ。これどうすんだ？え、行ける？お、お、よし、オッケー。で、上に登っていきまして、なんか上から来るんじゃないの？スターがある。スターを壊して、あ、左側って書いてあるね。左側行けんの。スター取りたいけれど、あれ取れなさそうだけどね。どうなんだろうね。ここ宝の山だから、ここで一気に稼いときたいね。スターをゲットした、スターのまま行きたいけどな。さあ、これで、行っていく。壊していく。よいしょ。届かないな、上が。これもう降りちゃっていいんじゃないか。よいしょ、降りて。よいしょ、オッケー。で、左ではないよね。この土管でいいんだよね。この土管は？お、そろそろゴール。あ、ゴールが見えた。よいしょ、よっしゃー、長かったー、頑張った、俺、素晴らしい。次、ザ・サード・スカイ・タワー、3番目でもいいんです。頑張ります。ザ・サード・スカイ・タワー。ナンバーワンになる必要なんてないんだよな。これなんだ？あ、そういうことか。ホッと行って、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 ホッともっと！完璧、素晴らしい！一発クリア！どやどやどうや。さあ、今度はそれ系ね。同じ感じだけど、ローラーで、ホッ、あ、ちょっと待って、難しい。嘘めげ、黙ればいけるんですよって言おうとしたら、なんか天井に頭ごっつんってしちゃった。これまた、嘘だろ、これ。俺、できる気がしない。待って。ここからピンポンで、オッケー！あ、ここで一回止まるのね。一回止まるのは全然余裕だわ。そん
なん余裕に決まってんじゃん。ふざけないでください。私を誰だと思ってるんですか。マリオメーカー世界で3000位ぐらいには入るね、あの人間なんですよ。さあさあさあ、でここら辺からほいっと、な、完璧なんだけど、どうしよう、自分が怖いわさあ調子に乗ってくると失敗する私ですけど、これ下落ちれないのかな。一回失敗したらダメ。あ、大丈夫か、足はあるか。これはお、ちょっと待って、ジャンプすらできない。お、ちょっと待って、今5000位に落ちた。3000位から5000位に落ちた。危ない危ない。でこれゆっくりやっていって、ちょっとどんどん落ちていく順位が、やばいやばい、俺のマリオメーカーの順位が今8000位ぐらいになってるんじゃないか全国で。まずいぞ。で落ちていって、ちょっと待って、単純な操作ができなくなってる、やばいぞ。オッケーオッケー。で慣れれば一発クリア、完璧。いいじゃん、一つ一つ成長していくこと。多分今ね、7600位ぐらいにはね順位上がってきたと思う。さあこれ、ああめんどくせえ。これはタイミングよくジャンプする感じね。オッケー完璧。タイミングよくジャンプする感じ。オッケー完璧。そうなんです、私今ね4000位ぐらいまで上がってるんです。いいぞ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 、3000位以内これいけるぞ。いいぞいいぞ、マリオメーカー実況者全国3000位以内目指して頑張ります。ここで入れたら3000位。ここです、完璧、3000位やったぜいいぞ、今度は2500位目指して頑張りたいけれど、え、あ、なるほどね、1アップがあって、これはあれ、ハゲ隠しとかないの。ハゲ隠しで頭ぶつけて上壊すかと思ったけど、あ、なるほど、これ違う、わかった、右側行くんだただのボーナスってことね、先には進めないってことが。よかった、で中間地点もある。あ、これ一番苦手なやつ、これ連続ジャンプでってことね。ふっ、あ、くそー、難しいやつだー。あー、むずい。でもさ、これさ、あれじゃない、これでさ、あ、できるわこれちょっとズルだけど、一個一個やる作戦いいんじゃない、これこれでフッてジャンプして止めてしまう。本当はね、制作者さん一気に行ってほしいんだろうけど、こうやってステージの穴をくぐった、素晴らしい。これいいじゃないか、これいいのか、これでやっちゃって、でほらほらほら、いや、こういう穴を作ったのがいけないんですよ。いいぞいいぞ、これ一発は相当きつい、運ゲー入ってるもん相当。完璧、一本ずつ。いいぞいいぞ、順位は6000位ぐらいまで落ちたけど好感度もだだ下がりだけど全然 OK、 俺はクリアさえできてればいいんだよ、こんなの。いいぞいいぞ、ちょっと多すぎないか数が、これ一気は相当きつかったよ。しかし成功すれば何の問題もないんだな。一発クリアを目指して頑張りますよ。どや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 、ごめんね、サクサちゃんいいぞ、素晴らしい、すげえ応援してくれてるけど、すげえ胸が痛いわ。これはそういうことでしょ、タイミングゲーってことだよね。ピョンって上に出た瞬間に乗って、でジャンプすると最高到達点までいけるってやつでしょ。完璧、こんなの余裕。ちょっと1個前が難しすぎないか、あれ。ハゲ隠しやったぜ。これは、あー、なるほどね、タイミングが、あれ壊せないのこれ。あ、壊せるよね、オッケーオッケー。で上行って左側行く。やっぱあの氷のところが一番難しかったな。もしかしたら普通に1個ずつ行ってもよかったのかな。穴をくぐったとか思ったけど、一気にやる必要なかったのかねめっちゃドヤ顔だったのに。さあ、でこれ1個いって、だってあそこだけ難しすぎないか、難易度がね、おかしいよね、明らかに難易度設定。さあ、でこれいって、よいしょ、こんなの簡単だしね、やっぱあの氷のところは1個ずつ行ってもいいと思う。うん、正当化しないと俺がやっていけないよし、オッケー、あれを正当化しないと。おー、びっくりした、すごい頭皮に刺激きたんだけど、これは血流が上がってハゲ隠しいらずになるんじゃないか。ちょっと待って待って、マジか。うわあ、これ上に上がって、ああそういうことか、めんどくせえ。ああ先に壊してからってことの、あっぶね、先に壊してから当てていくと。これ全部壊しておいた方が楽っちゃ楽だけど、まあ、無理する必要はないわな。ここでも十分当てられるし、ただ避けるのが難しいね、炎の軌道が読みにくい、上下移動してるから。あぶね、ナイス、ハゲ隠し、そっか、ハゲ隠しのおかげで炎も全然怖くないんだ、素晴らしい。3つ当てていこう。下から当たっちゃうとダメージ受けてしまうんだよ。むしろハゲに当てるように、ハゲじゃねえよ、ハゲ隠しに当てるように。いいぞいいぞ、よー、オッケー。さあ、で鍵はどこにあんのかな。どっかにあったっけ、ここか、オッケー、入ります。いいじゃない、面白い。時間がちょっと心配だけれど、あ、すごい、俺死んじゃったの、もしかして。あ、天国へ行けるの、やったぜ、日頃の行いがいいから天国へ行けるんだね。さあ、そうだ、まだゴールじゃないの。ふんづけてあげる、ふんづけてあげる、ダブル、ナイス、素晴らしい。爽快ステージでしたね。ありがとうございました。